ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さて今夜はですね、マシュマロ質問箱にいただきましたご相談に乗らせていただくコーナーです。では早速読みます。ひろみさんこんばんは。1ヶ月くらい前から YouTube で偶然動画に行き当たり、以降毎日のように配置をしてます。優しいボイスに癒されています。個人的な相談ですがご意見いただきたく、もし機会があればお返事いただけたら嬉しいです。私、総合職で忙しくしている OL なのですが、一昨年27歳で結婚し、分け合って去年2020年初めに28歳で離婚しました。離婚の傷は癒えたのですが、その後全く恋愛をする機会もなく、その気も起きません。かっこコロナで合コンなどの機会がないのもありますが、一生独身でいたいわけではないので、多分20代のうちに何らか行動をしておいた方がいいと自覚しているのですが、社内恋愛、マッチングアプリなど、ひろみさんだったらどういうふうに行動されますでしょうか、といただきました。ご相談送っていただきありがとうございます。また YouTube でね、偶然発見してくださって、見ていただきありがとうございます。そうですね、ちょっとね、いただいてからね、ちょっと考えてたんですけど、まあ私自身離婚経験はないんですが、結婚生活の中で離婚を考えたことはあります。あって、でもしね、自分だったらってことをちょっといろいろと考えてみました。で、まあ、結論として私があったらっていうことで言うと、今は特に動かないかなと思いますね。というのも、今その気がね、起きない、全く恋愛する機会もないんだし、ないんだけど、その気も起きないと書いてあるじゃないですか。で、今まだ28歳、次9歳ってなると、まあ、もしかしたら焦る気持ちはあるのかもしれないんですけど、その気がない時ってやっぱり恋愛ってできることはなくって、恋愛ではなくって本当に結婚っていうことで振り切るのであれば、まあ、そっちに行ってもいいのかなと思うんですけど、きっと結婚されて離婚されて、お仕事も忙しくって、コロナもあってっていう、本当に環境がね、目まむくるしくね、変わってるはずなんですよ、この短期間の中で。で、とても心身ともにストレスはかかってるはずなんです。自覚がたとえなかったとしても疲れてると思うし、そのやっぱり人と別れるって、ましてや入籍をねしていて、周りにも紹介をしていただろうし、一通りのことはね、挨拶とかね、顔合わせとか、まあ、いろいろしただろうし、一緒に住んでたであろうし、まあ、多くの場合女性が名字を変えるまだ社会なので、いろんな手続きもあったと思うんですよ。で、一生ね、一緒にいるって一瞬でも思った人と、まあ、そういうお別れをするっていうことってものすごくやっぱりダメージとを受けていると思うし、ものすごくパワーを使ったと思います。もう想像するだけで気持ちの面を置いておいて、手続き的なことだけを考えてもものすごい労力だなって思うんですよ。だから今そういう状態で疲れてる時に、その気もないのに無理に次の人を見つける必要は私はないんじゃないかなと思っています。だから多分今すごく、なんだろうな、私が想像するんですよ。もし私だったら、やっとね、一通りのことがあって傷も癒えてきたなっていう自覚があって、ほっと一息ついてるその時は、もうちょっと力がじわじわと湧いてくるまで、ワクワクする気持ちが、好奇心が自分の中で湧いてくるまでは、もうちょっと一人でね、ふーっとリラックスしてた
かなって思います。で、最後の方に書いてあるその一生独身でいたいわけではないのでっていう、まあ、ことで、まあ、20代ねのうちに何らか行動しておいた方がいいというふうにおっしゃっていて、なんだろう、多分20代って書いてるのは、まあ、アプリに登録した時の周りの反応とかそういうことも考えられてるのかもしれないですけど、どうでしょうね。そんなに慌てなくてもいいのではないかなというのが、まあ、私の正直な感想ですね、一つで。そしたらちょっとまた別の問題で、例えば子供を産みたいってなった時に女性は、まあ、リミットがあるんですよね。で、私の知り合いで40歳を目前にして閉経をしたっていう方がいたんですよ。だから女性にはやっぱりリミットがあって、子供を産みたい、産もうって思った時に、その期間って永遠にあるわけではないのは事実なんですよね。これは私もここ数年ね考えるようになりました。まだ30代だし大丈夫だろう、仕事優先してたいなって思う時もあったんですけど、いろんな周りのね人の話を聞いたり、ちょっとだけ勉強してみて分かったのは、やっぱり事実として閉経というものが女性にはあるんですよね。だからもしそこを考えるのであれば、その年齢制限をね設けて、この時までには何かしら行動するって決めるのも一つありだとは思います。でも妊娠もやっぱりその自分の体の状態がベストじゃないとなかなか着床しなかったりしたとしても、残念な結果になってしまったりって、本当のところはわからないけど、でも気持ちのその面、精神的なストレスっていうのはやっぱり一番基本の部分だと思うんですよね。そうだから今はね本当にねまだ20代だし30歳だってまだまだ私は、まあ、気持ちの面とかでは若いと思っているので、まあ、一通りのことが済んで、本当にいろんな環境ね変化を経験されてとても大変だったと思うので、まずはその自分をちゃんといたわる時間をしっかりととってほしいなって思いましたし、私だったら取りたいなと思います。でも焦る気持ちはすごくよくわかります。私も27歳の時にこの動画でも口から話しましたけど、まあ、婚約してた人に振られてマッチングアプリに急いでね登録をしたんですよ。それこそで上京した友達も紹介してくれたりしたんですよ。でもね面白いくらいにうまくいきませんでした。友達が紹介してくれた人とは2週間で終わりましたし、マッチングアプリで出会った人も、まあ、2回デートしてちょっとお断りをして、やっぱりなんかねワクワク全然しなかったんですよね。で、まあこんな感じだから、もうずっとね仕事頑張って一人でもいいかなとか思ってた矢先に、今の夫に出会ったっていうことがありました。で、なんかその人と出会うタイミングとかって、まあ、誰にもわからないし、自分から自らこう流れをね作るっていうのはすごく大事なことだとは思います。だから今から話すことはちょっと精神論っぽいかもしれないし、もしかしたら説教臭く聞こえるかもしれないんですけど、私の経験としてね一つお話をしたいなと思うことをちょっと今からお伝えさせていただきたいなと思います。はい。で、私のまあ経験で話すとで振り返ってみて思うこととしては、例えばその失恋のね動画で話をした、まあ、将来をイメージしてた人に振られた時もそうだったし、今の夫と結婚して子供が生まれて、まあ、子供が生まれる前から私たちは結構特殊な形だったので、私が何だろう寂しく思うことが多くてぶつかることがすごくたくさんあったんですよね。で、夫婦カウンセリングとかも活用したりして、まあ、乗り越えたんですけど、でもいろんなことを経って今思うのは、なんだろうな、その自分を顧みる
る時間というか、そういうのってすごく大事だなと思いました。あのお別れって特にね、理由がないこともあるだろうし、その人と相手の変化の仕方とかタイミングがちょっとずれてきてしまったっていうだけで、あの自分が悪いっていうことはないと思うんですね。だけどあのその全くの他人と生活をしたり結婚したりっていう中で、私自身がすごく学んでるなって、変わってきたなって自覚をしていることがすごく多いです。あの夫ともそうだし、前の人もそうなんですけど、根本的にその私のね、まあ、悪い癖みたいなところもあったりして、あ、なんかここをね変えろって教えてもらってるのかなとかね、逆にすごく自分が、なんだろう、自分で言うのもあれなんですけど、あの愛情深いところとか相手を思いやる気持ちとか、そういうのがすごい強い人間だっていうのも彼に教えてもらいました。で、そのだから自分のいいところと、そのいいところをもっとよく見せるために改善した方がいいことと、なんかそういうことをたくさんね教えてもらったなって、ソファーね今のところあの思うんですよ。で、これは私が一日こう見出すね、意味を見出すのが好きなタイプの人間だから、そうやっていちいちちょっと積極臭いようなね、あのことを思ったりとかするんだけど、でも相手はやっぱり自分の鏡って言うから、なんだろう、相手ばっか悪いでもないし、自分だけ悪いでもないし、なんかいいところをねやっぱりちょっとだけもらうっていうのはすごく大事なことなのかなって思ったりします。で、何が言いたいかったかっていうと、あなたが自分のことを変えなきゃいけないよって言いたいのでは全くなくって、あのそういうことじゃなくてね、なんて言うんだろう、ちょっとこう自分のことを俯瞰してみたときに、なんか発見とか気づきとか必ず自分のためになることがあると思うんですよ。で、それを踏まえた上で、じゃあ自分はどんな生き方がしたいかなとか、じゃあ自分はどんなパートナーを望んでるのかなとか、なんか焦らずにやみくもに次の人を探すのではなくって、ゆっくり考えて、なんかちょっとイメージを膨らませてみるっていう時間を作るのもいいのかなとは思いました。もしかしたらもうそんなことやってるよっていうね、あのことかもしれない。すごくしっかりされた方だという印象を文明からもすごく受けるので、私にこんなこと言われなくてもされてるんだとは思うんですけど、もし私があなただったら、うん、なんか一通りねいろいろあったし、よく自分頑張ったなって褒めてあげるのと同時に、こうこれからの人生自分はどうやって生きていきたいかな、なんか夫がいるから完璧な人生とも限らないし、ベストパートナーを見つけたとしてもすぐお別れすることだって可能性としてはいくらでもあるじゃないですか。ちょっと悲しいけど亡くなっちゃうことだってあるかもしれないし、別れるね、なんか可能性っていろんなところにあるわけですよね。だから私がそのすごく思っているのは、相手ありきの人生ではなくって、自分が自分の人生の主人公としてちゃんとなんか軸を持っていて、でその軸がもっともっと太くなるような、お互いにとってねプラスになるような人と出会えたら、それはすごくラッキーなことだなって思うんですよ。確かにずっと一人は孤独だし、考えたら不安になっちゃうこともあのいろいろあると思うんですけど、でもねすごく、まあ、私まだ結婚4年ぐらいしか経ってないけど思うのは、相手がいるから自分の人生があの良くなるとかじゃなくて、やっぱり自分の人生は自分で舵を切っていかなきゃいけないんですよね。そうで、その上で辛いこと悲しいことがあったら共有して、ちょっと楽にね感じたりとか、相手のことを思うことによって相手をもっと助けてあげられたりとかっていうことをしたい人がいたら、すごく幸せなことだなと思います。でもそれはいなくても多分幸せな人って、幸せに感じる人ってたくさんいると思うんですよ。だから
からなんて言うんだろうな、まあこれもね価値観なので、私の今価値観をタラタラと話してるだけなので、一本当にあの意見もう何十億人といる人類の中の一意見として聞いていただけたらなと思うんですけど、まあそんな感じで思うので、だからどんなね私は人生を歩いていきたいのか、どんな自分になりたいのかっていうことをちょっと考える時間にするんじゃないかなと読んでて思いました。なんかあんまりね具体的なことが言えなくて申し訳ないんですけど、でも本当にねいろんなことがこの数年2年ぐらいで本当にたくさんあったんだろうなと想像しました。とにかくね忙しかったと思うし、精神的にも波がたくさんあって大変だったと思います。本当にねよく頑張ったと思います。お疲れ様でした。まずはそれをね乗り越えたというか、ちゃんと向き合ってちゃんとことを終えた自分をまず褒めてあげてほしいと思います。そんな中お仕事も頑張っていて本当に立派だと思います。だからちょっとねガス抜きできるような瞬間とかを見つけて、例えばなんか私だったら車がすごい好きなのでドライブをするのが趣味なんですけど、一人の時間がね増えた時にタイムズでカーシェアリング借りたりとかして、休みの日はしょっちゅう車運転してましたし、なんかそういう時間が増えれば増えるほどやっぱ自分の心の中に余裕ができてきて、いろんなことを具体的に考えられるようになってきたりするんですよね。で、おそらくとても賢い方だと思うので、そういう余白を作ってあげると、なんかね自分がどう行動したらいいかなとか、どうしたいなっていう気持ちがねふつふつとね湧いてくるんじゃないかなと思います。大抵ねどうしたらいいかわからない、どう行動していいかわからないっていう時は、私は動かない方がいいんじゃないかなって思う派です。これは経験によってね、動いた方がいい時って迷わないから、迷いが出てたりよくわからないなっていう時はもうスーパー疲れてて、そのアンテナが全く機能しなくなってる時が多いかなって私は思いますね。あるいはちょっと違った方向に行っちゃってて、軌道性修正が必要なんだけど気づかなくってなんかモヤモヤしてるとかね、なんかそういう迷いの時って、私も数年前まさにこの30になるくらいのね目前で28の時にね本当ありました。不思議ですよね、30くらいでみんないろんな節目を迎えるって言うけど、あれ何なんでしょうね、なんか3の数字がとか言いませんか何なんだろうね。でもねそういう意味ではもう3の数字1を超えたわけで、きっとねゆっくりと休んで余白を作って過ごしたら何かひらめくんじゃないかなと私は思ってます。すっごい抽象的なことで申し訳ないんですけど、なんかでもそんな気がする。私だったらどういうふうに行動されるかって聞いてるのにちょっとそれできちゃいましたね。まあ、でもとにかく私だったら自分の時間を優先して自分だけのために使うかな。だって恋愛する気がないんですもんね。その時は動けないですよ。動こうと思ったって動けないし、デートだって楽しくないですきっと。まだまだ感染が広がりそうなこの状況でリスク取って知らない人に会いたいって思わなくないですか。恋愛する気がないのに、そんな時に無理する必要なんて全くないし、なんかもう好きなことしてダラダラと過ごしてた方が私はいいし、それで過ごすかなと思う。で、その最初の方に言った子供のね産むとかに関してはちょっと考え始めると焦る部分はあるかもしれないけど、逆に言ったらご自身でねいろいろとリサーチされた方がいいとは思うけど、35から後期出産とか言われる、高齢出産とか言われるのであれば、逆に言えば34まではまだまだチャンスがあるわけで、一般的にはね。そう、じゃああと4年もある5年もあるって考えたら、2年間でねご自身がこれだけの変化を経験してるわけなので、5年もあったら
てつもない変化が生まれてると思います。だからそんなにね、とにかくね、焦らないでいいんじゃないかなって思う。まあ、とはいえね、私も当事者だったらきっといろんなね、思いが駆け巡ってなんか行動しなきゃなって思うんだけど、でもなんか何か行動しなきゃいけないって思える人ってすごく強いというか、ご自身で多分何でもできるタイプだからこそ、逆のことをやってみるっていうのは意外といいかもしれない。押してダメなら引いてみろって言葉がありますけど、これね、私がそうだったんですよ。私3年前に開業してナレーターとしてやってくぞって言って気合を入れて、スタートはなかなか良かったんですけど、まあ、そこから自分のレベルを上げるためにね、日々トレーニングをする。その中でなんかね、路頭に迷うというか、方向性をぐおんぐおん間違えていた時期があったんですよ。で、それはもう本当にこの道を極めるぞみたいな感じで気合がね、入りすぎてて、練習もしまくってたんだけど、その練習が間違ってた。でもそれに気づけたのは一歩ちょっと引いたからなんですよね。俯瞰してみた。で、俯瞰することって何がきっかけでできたかっていうと YouTube なんですよ。 YouTube を始めてまあ、それをね、作る時間ができるわけだから必然的に練習する時間は減りますよね。でも1日12時間も練習する必要はなくて、その練習する中身が一番大事なわけで、もちろん時間もある程度比例はするんだけど、で、そうなった時に YouTube やってみたら、なんとなく今までの自分がね、客観的に見えるようになってきたんですよ。で、あ、師匠の言ってたことはこういうことなんだなとか、あ、私の声ってこんな感じなんだなとか、なんかなんで今まで冷静に見れなかったんだろうって逆にびっくりするくらいいろんなものが見えてきたんですよね。でもそれはこう無理やりね、時間をね、 YouTube とかに当てるようになったからであって、それまでの私はそんなことせずに真面目にね、こっちに向けっていう 100% 注げみたいな、そんなタイプだったんですよね。そう、でもなんかね、体がね、やりたがってて、心がやりたがってて、で、やりたがることを心の赴くままにやってみると、意外と本業もプライベートもうまくいくっていうのは、私だけじゃなくて私の周りのね、友人とかも経験者がたくさんいるんですよ。だから今ご自身は仕事をね、すごく頑張っていらっしゃると思うんですけど、ちょっとその空いた隙間の時間とか、もし余力があったり余裕があるんだったら、こう自分の心に聞いてみて、本当に自分がやりたいこととか、本当に自分がワクワクすることとか、それがね、面白いのが自分でわからないケースも結構あって、周りに言われるんだけど自分では拒否してることも含まれるんですよ。何が楽しいかって、人に喜んでもらえたりとかするとやっぱり楽しいじゃないですか。会社でも求められると仕事ってどんどん楽しくなるじゃないですか、成果が出るとね。で、もっともっとって活躍してほしいって期待されたらやっぱり楽しくなるのと同じように、自分ではあまり向いてないかなとか、自分ではあまり好きじゃないかもなとか思ってても、やっぱりフィットすると、うまくいくと人間ってやっぱ楽しくなったりするんですよね。だからよく好きなことよりも得意なことを仕事にしろとかも言いますけど、なんかだからそういうね、その自分が思ってること以外にも周りにこう言われてることとかを参考にしつつ、ちょっとやってみると、もしかしたら面白いことが起きるかもしれない。だからなんかその将来ね、生涯独身は嫌だから次の人を見つけるっていう、そのストレートに直線的にね、行くのもいいんだけど、もしかしたらいろいろと点と点をね、結ぶというか、ぐるぐるしているうちにジャストミートな人に会うことだってあるだろうし、そう、なんかそんな風に私だったら捉えていきたいなって思いますね。うん、そうで、最後にそのいつももうこれ 3,4 回目ぐらいだと思うんですけど、動画にね、出してるトライアングルの法則っていう話、すごくまあいい話だなと私は思っていて、とある YouTuber の方がお話ししてたんですけど、まあ、失恋をね、彼女をして、その人を忘れられなかったんだけど、お
母さんに言われたその言葉で今の旦那さんに出会ったっていう、まあ、そんな話なんですけど、トライアングルってその三角形の底辺って点と点が離れていて、恋愛に置き換えると、まあ、合わない二人、マッチしてないんだけど、まあ、あのお互いが無理をしてミートするようなそういう位置関係の人と、恋愛するのではなくって、自分自身が上昇して上に行く、自分の時間を有意義に使っていく、そんな風に自分軸で生きてれば生きているほど上に行っていって、で最終的に何もね無理をしなくても自分であるだけでジャストミートな人に会えるっていうようなね、まあ、そんなことをねお話をされていました。ことあるごとにこの話を私はしているんですけど、あのこの過程ってすごく大変だと思うんだけど、なんて言うんだろう、もうそのね第一歩を進まれてると思うし、もっともっと自分をいたわって自分の時間も大事に大切にして自分の今の気持ちに正直になられるといいのではないかなと私は思います。今の気持ちがもうはっきり分かってるわけだから、その気も起きないって自分の心が教えてくれるんだったら、ああそうだよね、今はその気が起きないんだよねって、じゃあ自分だけのために時間を使おうって、何をしなくてもいいし何かをしてもいいし、本当に贅沢な時間の使い方っていうのを自分のためだけにしてあげるっていうことを、多分今の心も、あなたの心はそうやって教えてくれてるんじゃないかなと思いますね。うん、はい、ということで、ね、あまり参考になったかはちょっと不安なんですけれども、今の時点で私が言えることはこんな感じになります。皆さんもよかったら、あの温かいこうメッセージをコメント欄でこの方に向けて送っていただけるととても嬉しく思います。まあでも本当にね、本当にいろんなことがあった2年ぐらいで、本当にお疲れ様でした。本当に大変だったと思います。いっぱいね、あのジェットコースターのような感情がね、起伏も激しかったと思うし、いろいろといろんなことが大変だったと思います。本当に、うん、よく頑張ったと思います。私にね、やれってもって感じかもしれないけど、ちょっと想像したらね、そんな風に感じました。だからまあとにかく自分を撫でてね、あげてね、優しくいたわってあげてほしいなと思います。少しでも私の動画がお役立てできてれば嬉しいなと思います。はい、あのいつもご覧いただきまして、またこの私にね、あのメッセージを送ってくださって相談いただきありがとうございました。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も皆さんにとって穏やかな夜になりますように。また次回の動画でぜひお会いしましょう。